皆さんこんばんはこんばんんこここばばはは三谷でですす何このま,まどうしたんですんいや普通清水ミチコですって言うじゃないですか。あ そうでしたねすいません今ここにね私の左手に立川白良さんって人が来てたもんだから「<laughs> はい、白良さんこんばんは」って言おうかなと思ってちょっと一応たは何し来てるんですかいつもないんですかねでなんかいろんなものがなんか財布がないとかね毎回毎回何か聞いてくれる、ね、そう彼が来るとね何かなくなってるんです <laughs> そんなことない人気悪いわ本当に <laughs> まあ昨日あのニューヨークの話で盛り上がって、はい、この番組もニューヨークからオンエアできるんじゃないかというところまで今来てそこにたまたまなんですけど、うん、チョコレートをあげた営業の子がそこにまた遊びに来てるってことは本当にうまくいくかもしれないですね、うん、たかがチョコレートでねた,たかがじゃないさされどチョコレートですよしかも厳冬車のチョコレートですからね厳冬車のチョコレートだってね9億円損してのチョコレートですからね <laughs> そうかそうか聞いた 僕初めて聞きました最近。あの健二さんと会ったことある？ありますあります。あの元当社のあの社長さんが健二を通るっていう人なんですけど、その人がね、私がデビューした頃からも知り合いなんですけど、可愛がってくれたんですよ。でその方があのあれなんか調子おかしいなってなんとなく思ったんだって。れで何々くんってその犯人呼んで、なんかなんとなくおかしくない？って聞いたらそこその場で号泣したんだって。で本人としてはこれ笑い話じゃなくて。 早く捕まえてほしかったくらいなんですだからお金悪いことしたんだけど、うんだね、ずーっと罪の呵責でねそう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 ,そう悩んでたんだ悩んでたっていうあんまり甘くしてもダメだけど、うん、なんか金の魅力と、うん、自分の心の呵責で揺れてたんだよねうん,、うん、れん9億かでもあれですね行ってみるもんだねその9億もでも一つのチョコレートになってこうやって、うん、私たちの本が発見してるわけですよ <laughs> 早くないちょっとが <laughs> <laughs> 喋ってて、ちょっとも楽しくないみたいに、こんなに。昔,昔、あだ打ちで終わりましたみたいなこと。あ,あ、ちょっと飛ばしてました、ね。そうですよね。はい、すみません。気をつけてください。で、まあ、もしかして、うまくいったら、ニューヨークから、お送りすることができるかもしれないということです。はい。Uh huh、僕はね、uh huh、あのー、大丈夫ですよ。そ,その時、は英語、英語バージョンでやんだ。 まこれはシャレですけどもあっちでスタジオを借りるとなったら例えばヘッドホン一つにも「Thank you very much」とかその時は彼がいるじゃないですかいつもしゃべってくれてるミックモンドも来んの呼んでみましょう今日は2式飾るんだからあっ2かこれ2式ですよ そんなに頑張ってもうちょっと頑張っていいよボンド一家やってくるんじゃないですかあボンド一家ちょっと見たいですね <laughs>、まあ、とにかくですよ、はい、そうなったら楽しいなという秋の話ですけどね、はいまあ、11月ですけどね、うん、そうですそうですか何か何か楽しいようなことありましたこの間のね、うん、去年の暮れかからやったあのお芝居の「グッドナイトスリップタイト」というあはいはい中井貴一さんの DVD が出るので、うん、コメンタリーっていうのをやったんですよ、うんうん また自分が出た。まあ、司会進行役みたいな。いいじゃないですか。僕の。作演室なんですから。でも、本当だよね。俳優さんたちのもあるし。別のトラックでは、あのミュージシャンの皆さん。集めて。その。音楽的な裏話みたいなもの。をやったんですけども。そこで初めてだから、その、あれは。ご覧になってないんですよね。今度は D. V. D.。貸してあげますから。ぜひ見てほしいんですけど。 あのミュージシャンが4人出て還元楽団っていうグループがあるんですけど還元、うん、の弦はねあの弦楽器の弦じゃなくてピアノの鍵盤の鍵なんですけども「還元」うん、のなんかこう点々つけて「還元」って言ってるグループがあって、うん、ユニットがあってそこの人たちに出てもらったんですけどそそいろんな話が聞けてまあそれはねあのこう実際 DVD を見ていただきたいんだけどちょっと触りをお話しますと。うんうん 初めて知ったんですけど例えば、あのーえー、フルートがあるじゃないですかフルートってこう横笛でしょ、うん、で、うん、クラリネットとかオーボエは縦じゃないですか、うん、で縦,縦笛を吹く人たちは横笛を吹く人にすごいコンプレックスがあ,あるんだってななんで逆じゃないのなんか、ね、横だとこれちょっと邪魔じゃん どいてってっのがあるじゃん <laughs> 確かにそれも言ってましたよね、うん、言ってたあの横笛ってかフルートの人って痛い,い,いってだからあのオーケストラで演奏する時もフルートの位置,位置だけ椅子がちょっと角度が違ったりするの、うんね、邪魔になる、うんでだ,、ねうんうん、だからフルートを吹く人はすごく申し訳ないなと思って吹いてんだけど、うん、逆に大笛の人たちは「なんてかっこいいんだろうあいつら」っていうふうにそんなことないのにね <laughs> びっくりしま何しか確かに言われてみると横笛の方がこう動くじゃないですか顔がこうやってこうえっ、ー、サックス系の方が全然かっこいいけどサックスはまたちょっと違うのかな。サックスサックッサスはこうなるけどあんまりこうオーボエとかさあ動かない動かないんですよね,ねうんうん、うん だから<ー>そういう人から見ると美しさのなんてかっこいいんだろうっていうふうに思うって面白い、ね、全然そんなことね僕ら知らないで見てましたけどいい話聞けましたね、うん、私も楽器界のことはもっともっと知りたいですね,ね楽器って面白いですよね面白いなんか選んだ時にもうなんか個性がなぜか始まってるっていうかね、うん、そうそうだからそれもね知りたかったんですなぜあなたはたくさんある楽器の中でフルートを選んだんですかとかねうん,ん、うんうん、そう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 <れ>ティそうニーとかさ。 やっぱりねその人たちが言うにはたまたまかもしれないですけどみんなやっぱりね先生との出会いだって言ってたうんまずは人間なんだ、うん、先生から勧められたとか先生がとてもクラリネットが上手だったからそれ見てやりたいなと思ったとか,うんか大事ですよ出会いはそうですねうん僕と出会いなかったからだから今何の楽曲もなされたし 音楽の時間はそういろんな気学があったでしょう、うん、でも出会いはなかったんだね <laughs> 出会いはあったのか <laughs> でも縦笛を吹いたり時々するじゃないですか縦笛とかはやってましたけど、うん、でフルートも実は買ったりしたんですけどうん,、うん、なんかやっぱこう先生に教えてもらうっていう機会がなかったからなのかなそうだね絶対周りが悪いんだよね 僕何も悪くないもんね。<laughs> 全然悪くない。これは、まあ、<laughs> 一つのカウンセリングになってるんで皆さん。み <laughs> んこれ、ね、もう無視してください。いいというわけで今日はこの辺で。悪くない、ね。分かったよ。ドコモ m a キングセンス n s e Every Monday through Friday 11:45 to Midnight on the radio. It's 81.3 J Wave. ドコモ Making ン e n s e Once again having fun with friends.